横浜市のユニパーは、レッカー車やクレーン等が入れない狭い作業現場で、はしご状のレールを使わずに太陽光パネルや部材を屋上まで荷上げできる簡易リフト、ブラボーを2013年4月より販売しています。ウインチでワイヤーを用いて宙吊りに荷物を吊り上げていくんですが、その中で万が一ワイヤーが切れた場合に落下してしまうという恐れもあるので、ワイヤーは念のために、メインワイヤーと補助ワイヤーの2本を使用して、万が一切れても落下防止を備えております。製品の中でですね、現場で、トラブルがあってですね、駆動ができない場合は手動でも下ろすことができるような構造になっております。従来のはしご状レールを使ったリフトは3階の屋根までしか対応ができませんでしたが、ブラボーは垂直高さで18メートル、最大5階建てビルの屋上までの荷上げが可能になっています。販売価格は約90万円です。当社は上げることへの挑戦ということで、荷物などを上下に上げるということで、いろんな分野で開発をしております。最近ではメガソーラーなどを山の斜面に設置するときにですね、人や車が入っていけない斜面に一時的に荷上げをしたいというニーズもありまして、そういうところで、いろんな分野で、荷上げを、していけたらなということで、上げることへの挑戦を、続けてまいります。